秋は、芥川龍之介の短編小説。芥川が初めて試みた近代心理小説である。幼馴染みのいとこをめぐる姉と妹の三角関係の愛と葛藤の物語。恋する人を妹に譲った姉の視点を軸にしながら、内に秘めた三者の揺れ動く微妙な心理が高雅な、趣向で表現されている。1920年、雑誌。 中央公論4月号に掲載され、翌年1921年3月14日に、新潮社より観光の、やらいの花に収録された。芥川龍之介は、自然主義と対峙し、芸術によって、これを使用しようとする芸術史上主義の立場から、地獄編などを表していた。だが、同じような作品を書き続けている、自身の作風に停滞を感じた芥川は、 芸術家が逮捕するとき、常に一種の自動作用が始まるという考えのもと、歴史的な題材から自身の境遇を対象化することを含めた現実や日常性を対象化した現代小説への転換を図った。近代心理小説、秋はその最初の作品とされている。秋における作風の転換について、芥川は作品の公開前に、 南部修太郎に不安を打ち明ける手紙を送り、作品発表し、好評を得た後は、実際僕は一つの難関を投下したよ。これからは、悟る後の修行だと、自らの作風に安堵と自信を示す手紙を送った。また、滝井工作には、秋は、大して悪くなさそうだ。安ずるより産むがえきかつたとい吹気がする。僕はだんだんああいう傾向の小説を書くように、 なりそうだと書き送っている。なお、芥川の初恋で幼な友達であった、吉田弥生との交際の破局が5年前にあったことが、作品のモチーフの一端にあるのではないかという考察もある。姉の信子は、同じ小説家志望で、幼馴染のいとこの春吉に思いを残しながら、別の男と結婚した。妹の照子は、姉が別の男と結婚したのは、自分が春吉を好きだから、 姉が身を引いたのだということを分かっていた。テール子はそのことを詫びる手紙を、突次先の大阪に旅立つ姉に渡した。信子はこの少女らしい手紙を読み返すたびに涙が、にじんだ。信子の結婚生活は徐々に幸福でなくなってきた。信子の夫は、右霊で優しい感じだったが、信子が小説を書くことをだんだん問い上がり、何かと細かい出費に、 ねちねち文句を言う所帯重みたケチな男だった。妹、テール子は、春吉と結婚して、山の手に新居を構えた。信子は、翌年の秋のある日、妹夫婦の新居を訪問した。家にはたまたま、春吉しかいなかった。テール子と女中が帰宅するまでの間、信子は、しこりとなった思いが未だ胸の中にありながらも、春吉と楽しく小説のことや、知人の会話をした。 テルコが帰宅し、姉妹の久しぶりの感激の対面をした。夕飯の後、綺麗な月の見える庭を春吉と信子は二人で散歩した。その間、テルコは夫の机の前にぼんやり伝統を眺めていた。翌日、用事がある春吉は午後自分が帰宅するまで信子にいるように言って出かけた。姉妹二人だけになり楽しいはずの会話をしていたが、ふとテルコは、 姉の沈んだ様子に気がついた。信子は幸福そうな妹が羨ましかった。姉の結婚生活が不幸なことを察するとテルコは泣き出した。信子は妹を慰めながらも残酷な喜びを感じて妹を見つめた。テルコは昨夜の夫と姉の庭の散歩に嫉妬していたのだった。やがて二人は和解し、信子は退去した。しかし信子は ホログルマの上に揺られながら、妹と永久に他人になってしまった心持ちがした。ふと町を歩く春吉を見たが、信子は声をかけるのをためらい、春吉とホログルマはすれ違って過ぎていった。秋は、芥川龍之介が初めて、現代や日常を題材としながら、自身の実生活の主題を取り込んでいる、心理小説であるが、後の作品に、 本格的な発展がなされて開花するまでの可能性を切り開くところまではいかなかった。三好幸男はこの作品のモチーフが芥川のもっと切実なモチーフだったに違いないが、秋の最後は叙情的な処理で円環を閉じられ、現代に取材しながら現実の生そのものの内部には決して深く降り立ってはいないと解説している。秋を堀達夫の直子の 戦勝のような作品で、芥川にしては、ボバリスムを扱った、小さな珍しい作品だと評する、三島幸夫は、秋は、傑作ではないが、流露感があり、もっとこういった、非傑作を、芥川はどんどん書くべきだったとして、以下のように解説している。この短編には、芥川らしい気候や基地はなく、落ち着いた灰色のものと女調子を出していて、 しかも大正期の三分らしい勇敢的な文章の味は火があって飽きの来ない作品である。こういう方向を掘り下げ、広げてゆけば、芥川にと捨て最適の広いのが開けたと思われるのに、時代が熟していなかつたせいもあるが、この作品が一個の試作に終わりつたのは惜しい。ここには近代心理小説の見取り図がもう出来上つていて、あとは、 作者のエネルギーの持続を待つだけだつたのである。三島由紀夫、解説。ありがとうございます。